あなたもいい、私もいいジャストハッピーマイライフのヨーコジェンヌですいつもご視聴本当にありがとうございますスイスの皆さん、こんにちはエジプトの皆さん、こんにちはニューヨークの皆さん、こんにちはいつも本当にありがとうございます本当に広い世界から ありがとうございますえーっとですね今日はこの量子力学的週慣術村松大輔先生とうんとどうしようかな70ページから進めていきたいと思いますみんなこちらの本どうぞご購入くださいすごく分かりやすいだから本当にこれをねちょっと頑張って解説してるのでよかったこの本とともに私のこの YouTube を聞いてくださるとすごく 分かりやすいかなと思うし理解が深まるかなと思いますいいですかねはいじゃあ行ってみますえーっといやこれねほんとすごいこれもここすごいから行きますよえーっとねどうせ無理だという思考を不隠範にぶつけていれば無理が物質化しますで無理なことが次々と現実化しそれに我慢しながら生きるという諦めの人生になります で、H さんのように、私はやれるっていう思考を強くぶつければ、それが実現するようにできています。で、ウォルト・ディズニーの有名な言葉に、If you can't dream it, you can't do it。夢を描くことができれば、現実できるんだよ、があります。ウォルトには、大人も楽しめる夢のテーマ,テーマパークの 強い思いがありました。ディズニーランドを作るために銀行に貸し入れ、借り入れを申し込んだのは53歳の時です。しかし、倒産経験のあるウォルトは銀行に断られ続けます。その数なんと302回。でも諦めませんでした。 そしてようやく303回目の申請で融資を受けられることになりディスニーランドが出来上がったのですウォールト55歳の時でした If you can't you can't do itIf you can't do it If you can 間違がいました。If you can dream it, you can do it.If you can dream it, you can do it.If you can dream it, you can do it. 覚えましたか ?If you can dream it, if you can do it. 素晴らしいね本当にあのこの間あの西野さんのね、あのー、YouTube をちょっと聞いてたらやっぱ20代でなし何者にも慣れてない人間っていうのはやっぱりこの先何者にも慣れない確率がすごく高いっていうかあのほぼ無理だみたいなことを言われてたんですよ。 私でも西野さんの考え方すごい好きであの西野さんすごい大好きなんですけど本当にあの応援もしてるしすごいあの共感とか本当に尊敬もしてるんだけれども本当に結構「ああ痛かった」っていうねあのもうごもっともごもっともすぎてあの本当に痛い話だからこうやってあの希望をね伝え続けてる人間からしてもやっぱ希望をずっと持って。 人間いくつからだって何でも本当に何でもできるしいく一番今が若いから何でも絶対に成し得るとかさ人間本当にいくつからだって何でもできるとか何でももうな年齢なんて関係ないんだよって本当に言いたいし伝えたいだけど一方であの本当にもうリアルな話を言うと。 あの西野さんのやっぱ20代で何もできなかった人間っていうのはどうしてもこの先成功することは難しいんじゃないかっていうもうこれは仮説ではなく残念ながら事実なんですよ。うんあの本当に事実です。それはやっぱりなんでかっていうと20代30代、まあ、10代20代30代でねやっぱり。 継続できなかった人間っていうのはこれからも継続できない可能性の方が高いよねっていうただすごくシンプルな答えなんだよねだから目が出る人間っていうのはもう早い時から目が出てるんです残念ながらうん。で昔あのちょっと仲良くさせてもらってたすごい大手の芸能プロダクションの社長が言ってたんだけど 私その時に、まあ、最後にちょっとスカウトされたのが28とかだったんだよね。でその時に言われたのが「ああ」って「あと10年は若い時に出会いたかった」って言われて「ああ分かってます」みたいな「分かってまだ知ってます」みたいなでそっから別にそう何かになりたいなんて思ってなかったしまあ別にその自分に自信がめちゃくちゃあったわけじゃなくてどちらかというと自信なんて全くない人間だからさ。 えなん何言っちゃってんのぐらいでしたよねそんなスカウト受け,受けてもさもうでもあの本当にあのー、なんだろうその時にその社長が言,言われた言葉がねあのー、30歳になって何もなってない人間っていうのは大体その想像つくよねみたいな言ってたの未来がねだから私もねあの陽子も あのー、なんかもう早く自分の未来を決めた方がいいよってその時に言われたのうんだからその社長からするともう2829で何者にもなってない私の未来なんて何にもなってないんじゃないかっていうことだよねえー、えー、おっしゃる通りですと思ってましたで事実そうだったしだけど私の反論としてはですねちゃうねん ちょっと待っといて。私、大器万成だからって思ってたの。<laughs> 偉そうな人間でしょ <laughs> めっちゃ偉そうな人間みたいな。私は分かってるから、もう大機万制なんですよ、私は。もう私の人生は。もう40歳から勝負なんですよ。なんなら46から勝負かもしれないっていう。まあ43、まあ、まあ、そうね、今ぐらいからだよね。だようやくそのね、あのー、私は波の中に乗れたんだけど、あのー、当時やっぱりそうやって言われて、 まあそうだだよよねねとと当たり前だよねとあのそんなことは分かってるよと思ってましたで今そのもう若くない年齢に突入してからが勝負なんです私からすると逆にその方が私は燃えたんですよわかりますだって43からねなんかできるなとて思う普通本腰入れたの43です本腰 自分の人生と自分の伝えたいことに本腰入れ出したの43歳からです。若くないです。あの、これフィルターかけてません。そして私整形してません。<laughs> 43歳も普通、普通に歳取ってます。しょうがない。だって隠すことじゃないもん。もほら、シみだってできちゃってるよ。これは取りたいなと思ってるんだけどさ。ね。わかりますこれも43歳現実です。 ど見やっぱヒアルロン酸とかも一回も打ったことないな私やってそうでしょすごい言われるのなん,かなんかやってそうとかあの美容のこと結構聞かれるしあの本当にボトックスとかも何もやったことないんだよにしてはあれじゃない何かもう <laughs> あのこの年齢にしてはまあ,あのほらシワとかさあの今これノーマルカメラで撮ってるからねシワとかこのほうれん線とかまあそんな。 ね、あのまあエフェクトかけてない割にはじゃないって <laughs> 勝手に思ってるでもやっぱ首のシワなんかやっぱちょっとねやっぱ気になるしどうにかしたいなと思ってるんだけど、まあ、でももう現実ですよでも本当に私はここからが自分的には勝負だと思ってて本当の自分の人生が始まったなって思ってるんだけれども大概の人はやっぱり未来が見れないし大概の人は自分の未来が不安だし。 大概の人は自分の未来に保険かけるぐらいだし。ってことは自分の未来に何が起こるかなんてことは想像してないわけですよ。だから大体その社長が言った通りだし、西野さんが言う通り、20代で何にも何者にもなれなかった人の将来っていうのは大概見えてます。そっから大逆転,大逆転なんてことはまずありえないんだよ。だから口酸っぱくして言うのが 人生誰といるかだし人生誰と出会うかなのだから巻き返しをしたいなら出会う人を変えていかなきゃ本当に変わらないよマジでマジでだから私のコミュニティサロンにおいでって言ってんのだって私本当すごいもん <laughs> みたいな本気で思ってるえだってすごいでしょサロンメンバーわかるでしょ、うん、だってわかるもん本当にわかる ごめん分かっちゃうんだもんみたいな <laughs> ねなんか、うん、だってそうなんですよ、うん、それは多分サロンに入らなきゃ分からないかなって思うんだけどあの何がねすごいかとかっていうのはだけどあの本当にあの私あんまり不安を煽ることって言ってこなくってあのそして自分もそんな不安を煽ることは言いたくないなぜならやっぱ希望を伝えたいから。 希望ななくしては人生歩めないんでやっぱり人生が楽しく歩めるのは希望だけだからさだから希望の種を常に植えたいなって思ってるんだけれどもでもしょうがない事実もあるの事実も事実って何っつったらやっぱりそうなんだよ20代30代で何者にもなれなかった人間っていうのはそっから巻き返せる人って 100人くすぶってる人がいて20代30代でそっから10人も出世できるとか人生大逆転が起こるなんてこと考えれる少なくとも私の周りにはいません私以上になんか頑張ってるなっていう人周りにいないかななんかうん だからそれぐらいなんか自分にコミットしていかないと人生変わらないし本気で出会う人を変えていかないと人生変わらないのよこれだけは断言する人生は誰と出会うかでマジで変わるからねずーっとくだらないさくだらない話してないあら言葉が過ぎましたほんとすいません あのー、本当にどうでもいい話してないあの先生がどうだこの生徒がどうだねあのー、新任の先生がなんか頼りないあの子がずっと授業中フラフラしてる自分の子どもの何かが帰ってこない うんとかあとななんだろうなあとは自分の何かやってるなんかこう賛成が得られないとかね公演で無駄話してるでしょそういうことをもう変えていかなきゃあのすぐ変えなくてもいいんだよその中にいて違うこと考えててもいいのよすぐね誘い を断るとか,なんかそういうことじゃなくってちょっと外から自分の意識を見てみるといいよねそこに同調してるのかはたまたあ自分はちょっとそこの考えとは違うなってそういうちょっとね、あのー、視野を広くして物事を見てるのかそういうとこでも全然違います。 でもこれは残念ながら真実だからあの私は結構この批判的なことを言うのはあんまり嫌だけど、まあ、でもこれも事実だからね一応言っとくと本当に西野さんとか堀江さんとかあのその時のね事務所の社長いろんなやっぱりあの特にその芸能関係なんて顕著じゃんやっぱ10代 後半で目が出ないい子っていうのはやっぱり目が出にくいんだよねその目っていうのはやっぱ人気だったり CD の売り上げだったりその多分ファンクラブの動員動員とかやっぱりこのコンサートへの動員とかまあやっぱり顕著に数字に現れるからね芸能人っていうのはやっぱり10代がデビューするのか20代がデビューするのか30代がデビューするのか40代がデビューするのか50代がデビューするのか。 60代がデビューするのかもう見たら分かるじゃん大体の片りがある人っていうのは10代でパーンで出てるのよそしてそれで実力を積んで経験を積んで20代で安定的なコアを,をコア層をつかみそして30代では自分の中の安定するファンのファンと一緒に年齢を重ねていくっていうのが、まあ、これが勝者のパターンですこれどこの業界も 言えるんじゃないかなって思っていてだからやっぱり40代から本当の意味でスタートするっていう人はやっぱりまあ本当に難しいよねと思うだからあのー、だからこそ私も頑張って自分がもっともっとやっていこうって思ったのはこの40代からスタートして めちゃくちゃ遅咲きでどんだけいけるかって。ところをみんなに応援してもらいたいの。そう、それだけを求めてます。なんです。そうだから、もう本当にあのー、こうやってウォルテデェスニーのさ。こともあったけど、やっぱりその53歳。53歳から多分これ私持ってると思うんだよね。やっぱりそのやっぱりそのストーリー性で。 やっぱウォルター・ディズニーもちろんそうだよ。でもやっぱりこの少数派なったからこそこうやって受け継がれるストーリーになるんだよね。結構だからこのさウォルター・ディズニーがいなし得たことってさすごくもうみんなも世界中のみんなが知ってるじゃんディズニーランドって。でこういう本当にずっと後世にこの名を残すっていうことはできるっていうのはやっぱりこの遅咲きの 利点だ,かだ,だなって思う本当にアンパンマンの柳瀬さんとかもさえー、っとあれアンパンマンを多分やりだしたのが60後半とかだったと思うのでずっと最初自費出版とかじゃなかったかななんかそれでパーンってほら今もずっと残ってるでしょ残ってるとかもう誰もが知ってるじゃんアンパンマンっていやだからねあのー、でもそういうやっぱりその残るし記憶にも残るから いいつだって遅くないとか年齢なんて関係ないっていう言葉がやっぱ生まれちゃうんだけれどもでも現実ねウォルト・ディズニー世界のこのまあ何十億人分の1なわけじゃん。そしてあのすごく厳しい話をすると柳,さん柳瀬さんねアンパンマンの生みの親やっぱり成功して60代で成功したっていうのもこの日本人の 一億二三千万人分の一なわけじゃん。だから、そんだけ難しい確率を置いて、こうやって結果を出してるから、ずっと語り継がれるわけでしょそこにね、私たちは夢を見ちゃう。だからいつだって遅くない。今からでも遅くない。って思うじゃん。で、あなたは今、 何を変えたのっていうことなんですよ。ちょっとまた暑くなりそうですかねだからあなた、それ気づいて、あなたの意識何変えたのってとこなの。あなたの出会う人変えたのあなたのいる環境、それでいいの早いよ、年取んの。本気で早いよ。本気で早い。 早い。あっという間だったでしょ ?40 歳まであっという間だったでしょ ?30 歳あっという間だったでしょめちゃくちゃ早いわけよ。なぜなら、30代は、やっぱり人の人生も乗っかってくるからね。結婚したり、子供ができたり。自分の人生かける、私の場合5人家族だから、自分かける5プラスもも。でも6人分ぐらい、6倍速で動いてるんですよ。ね 家庭を持つ、家族を持つ、子供を持つってことはそういうことなの。人生が倍速になるの。ね。だから私は6倍速であなたの人生より6倍速で今の人生生きてるんですよ。だからめちゃくちゃ早いよね。もう30で結婚したけどもう本当に早かったもん。本当に早かった。 本本当当にに早かったです、あのー、本当にそうだからこうやって言ってんだよだから私もその子育てしながらうんぬんじゃなくて子育ても真剣にやってるし自分のこの YouTube 活動も真剣にやってるしウーマンクルーの活動も真剣にやってるのだって真剣にやらなきゃ6倍速めっちゃ早いんだもんだからこうやって YouTube もそのまま 一発撮りにしてるのは理由がちゃんと実はあってすぐ出したい編集した方がそれ見やすいし綺麗だと思うけどだけどやっぱり私はクオリティよりも伝える量だと思ってるのでまずそのやっぱりまず伝えるそして自分が一番楽に継続できる方法それを探して私はもうこの一本撮り一本勝負でやってます。 だからもうそのままアップするっていう、ね、でもしねこれからほら自分のさファンとか仲間が増えてきたらちゃんと字幕起こししてくれるよとかなんかそういう切り取りさんとかね応援してくれるような切り取りさんが出てくるかもしんないしさなんか陽光ジェンヌの応援団みたいなさそういうなんかあのこうやって本当に何歳からでも遅くないっていう世界をマジで実証させるんだっていうね熱いハートを持った。 仲間が集まっててくれるると信じてるそうだからでも本当にあの口を酸っぱくして言うけどちょっと強い心で言うと20代30代で何にも残せないやつはこれから先も残す可能性なんてないんだよだから出会う人を変えなきゃいけないしあなたの意識を変えなきゃいけないのじゃあそのために何するのって出会う人を変えるめっちゃ早いすぐ 連絡したらいいじゃん、会いたいなと思う人。この人のところで学びたいなっていう人に連絡すればいいじゃん。今なんてすぐコンタクト取れるんだから。ねそのやり方も重要だよ。ちゃんとメッセージ書くの、熱い気持ちを。ただ入らせてくださいとかじゃなくって、こういうところがこうこうこうで胸に響きました。こういうのを考えてやっていきたいと思いますみたいな、もう別にほら、 アホみたいに長い文章じゃなくていいんだからさなんかそのやっぱり気持ちをちゃんと乗せて DM すんのよ、ね、まずそこからステージアップしようよだからそれめっちゃ簡単じゃんこんなに SNS あるんだから会いたいなって思う人にすぐ連絡取れるじゃんまずそこからやるそしてね意識を変える本当にもうめっちゃ簡単 意識を変えるる方法は私もにアップしてるじゃん量子力学この長村松先生の本をちゃんと読むとかいっぱいやり方あります今のままでいってもどうせ変わんないんだからやってみようよはいちょっと今日は厳しめかもしれないんですけどでもマジで本当ですあのやっぱり厳しいようだけどそのまま来てるんだからきっとそのままの人生いくようん だって人生早いからさ人生早いのようんだからちゃんと中身の濃い人生を歩もうそうするには仲間を変えるコミュニティを変えるそして会いたいと思う人にちゃんと会う出会う人を変えるこの人がいいって思ったらちゃんと盾で行く盾っていうのは 目移りしないってこと。目移りね。まずその人のすべてを吸収しようって思ってやってみるってことがすっごく大事。それが人生、めちゃくちゃ、徳を積む生き方なんです。はい。本当に。そうなんです。ということで。 今日はこの一ページしか解説あの解説できませんでした。また <laughs> ありがとうございます。いいなと思ったらグッドボタンよろしくね。ではまたね。